時刻は一時三十八分 TBS ラジオ生活を踊るここからはリスナーの皆さんからの生活情報をお届けするスーさんこれもいいよ木曜日こちらですお腹グーグーグルメハンター,ーコンビニやスーパーファーストフード店などに並ぶ新商品たち いっぱいありすぎてとても一人じゃ選びきれないそこでリスナーの皆さんが食べておいしかったぜひおすすめしたいという地元の最新フード情報をシェアしていこうというコーナーですー,グースーさんのお手元にはグッドボタンをご用意しております,りますさあお腹ペコペコグルメハンターこと私近藤佳子がグッときた新商品すでに確保していますので早速ご紹介します埼玉県にお住まいの腕長いさんからのメールです ここんにちはこんにちはこんにちちはは私が皆さんにおすすめしたいのは明治サンモレクリーーームチーズデザート何それスーパーで見かけてこれは何と思って試しに買ってみました小包装の形からなんだかおしゃれで日本にない異国の食べ物という感じバニラ味を食べてみると食感はプルプル滑らかミルクをすごく感じました一つ食べると贅沢なスイーツを食べた気分です是非試してみてくださいおー ということで入ってきました。これ初めて見た。あ、見た,あたこと。なんか、この、あの。これ、おやつなんだ。ね、なんか、なんか、なんつったいの、これ。小さなパックに、中に数個入ってて、なんていう。これ、今まで説明するの、すごい難しいよね。フライパンとフライパンも重ねた形の、ちっちゃくなった感じ。うん、そうだね。まさに、そうなんだけど。<laughs> まさに、そうなんだけど、えっ、ー、と。あ、ビュッフェの。 あの台あるじゃないですかゴールドの蓋開けるビュッフェ台にあるビュッフェのパンパンビュッフェで分かった分かったこれどうだホテルの朝食で出てくる時のパンのバターあ丸いやつのゴールドとかになってるやつのピリピリってむくやつあのジャムじゃないほうあのバターの丸いやつあれがくっついたやつ上と下でこれ いちごが書いてんのこれ。これデザートなの。ね、ああ、かわいい色。ぷくって開けると中からピンクの芯。ま、ピンク。え、美味しそう。もう本当に子供、アメリカの子供のユニコーンとかが持ってるようなこう。本当大きさは直径三センチぐらいの円です、ね。ですど,これどうすんの？このまま食べる。おお、うん、おいしい。あ、すごい濃厚。一粒で満たされる感じ。 すごい濃厚、うん、ちょっとクリームチーズの滑らかな感じはあるけれどこのストロベリーのジャムが中に入ってて周りもストロベリーとクリームチーズでううもっとゆっくり食べればよかったもっとああんた賢いわゆっくり食べてるいい私なんかペロッと一個く食べちゃって今おいしい嵐が口の中で通り過ぎていった感じうん、うん、パクパク食べちゃ、うん、っべった全部の味食べてみたい これ何種類もいろいろあるの？ストロベリー、ーバニラ、キャラメルの三種類。ええ、他のも食べてみたいけど、いちごしか見つからなかったんだ今回。美味しいこれ一袋に五個入り。えー、ちょっと食べちゃうこんなの。ちょっと待って私も体重減らしたいんだよ。てて <laughs> もう一個食べていいですか？食べてください。<laughs> <laughs> すごい美味しい。いしいあのですね、わかりやすく言うなら味は。 あれです皆さんの好きなオイコスあの濃厚な水切りヨーグルトありますねあれをもっと滑らかでギュッと濃縮したような感じでそれにクリームチーズっぽい油分じゃないけどそういう乳製品感を足したそれ脂っぽさって言ったらすごい嫌な感じしちゃね。乳製品を足した乳脂肪率が高いわあ確かにこれ一粒で満足感ありますねで円ちょっとだけどこれ この満足度が異常に高いね<ー>もう一個食べたい気もするけどやめとこ頑張ろう私いや美味しいということでスーさんいかがでしたかーグ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 ー止まらないグーが止まらない止まらないグーですこれは <laughs> <laughs> あの受験生とかにちょっと食べさせてあげて<ー>お疲れっつって<ー>これちょっと食べなっ,ってそうおかこれ、うん。一つ食べたらその多分なんか自分にいいことしたってうそう頑張ろうっていう感じになるもんねいや明治さんもね、えー、クリームチーズデザートおすすめしてくださった腕長いさんありがとうございましたスりうさんこれもいいよ木曜日はお腹グーグーグルメハンターリスダーさんの 一押しの最新フード情報をお待ちしています商品名一押しポイント詳しく書いて送ってください メールの方は懸命にグルメハンターと書いて SOWTBS.CO.JP までおはがきの方は郵便番号 107-8066TBS ラジオェンス生活は踊るグル,メグルメハンターの係まで送ってくださいこちらのコーナーに採用された方には番組ステッカーとは別のこれも英語ステッカーをプレゼントしています曜日ごとにデザインが違うのでぜひ集めてみてください全種類食べてみたくなっちゃったねえ 皆さんからの最新フード情報お待ちしています。<laughs>